フエンラブラダは、スペイン・マドリード州にあるムニシピオ。マドリードの南約22.5キロメートルに位置する。マドリード州内では、マドリード、モストレス、アルカラデエナレスに次いで人口が多い。フエンラブラダの名は、おそらくイズミ・フエンテと形作るから生じたとされている。これは、現在はフェ、フエンラブラダの一地区となっている、ドランカに、12世紀以降、 フエンラブラダの前身となる村があったことを意味している。1970年には人口2000人程度しかなかったが、その後70もの教育機関が集まったことの影響もあり、現在はマドリード首都圏を形成する都市で産業とサービス業が主要産業である。国内でも若年人口の多い基礎自治体の一つでもある。2000年には、 フアン・カルロス国王大学がキャンパスを設置した。80年にわたる転入の過程で住宅を求める若者がやってきて、同様に土地登記が非常に盛んになった。バスケットボールクラブのバロンセスト・フエン・ラブラダは1981年に創設され、1996年にスペイン一部リーグに初昇格した。リーガ・アッコブや2部のリーガ・レブに所属している。 5700人収容のフェルナンド・マルティン・スポーツセンターをホームアリーナとしている。CF ・フエン・ラブラダはフエン・ラブラダを本拠地とするサッカークラブであり、2部リーグであるセグンダ・ディビシオンに在籍。2015年には元スペイン代表のフェルナンド・モリエンテスが監督に就任した。2011年に完成した5400人収容のエスタディオ・フェルナンド・トーレスを ホームスタジアムとしている。このスタジアムは、フエンラブラダ出身のサッカー選手である、フェルナンド・トーレスの名前を冠している。ありがとうございます。